はい、こんにちは。方程式を解くんですけども、未知数が2個なのに式が1個しかなければ本来は解けないですね。解けないはずの方程式解けと、おかしいと。じゃあまあ解けるからくりになってるんですけども、これまあ見た瞬間 x の2次式と y の2次式で円の格好してますね。円の方程式の格好してると。円の方程式で円が実際にできちゃったら、それは答えは無数にあるはず。なのに求めようってことは、まあ、円じゃなくて点になっちゃうのかなという、まあ、想像は働くかなということで、ごく普通に円の方程式風にするには、まあ、平方完成しますね。x 2乗マイナスルート 6x と y 2乗マイナスとかプラス3ルート 6y 足す15が0で、これを普通に平方完成すれば、まあ、ここ、半分にするしかないんで、マイナス2分のルート6の2乗と y 足す2分の3ルート6の2乗で、これ2乗すると4分の6で、こっちが4分の9654分の60ってことはうまく15ぴったりなんですね。ぴったりってことは要するにこうですと。だから解けると。平方の和が0になるのは実数だったら0と0しかないですよと。これ平方完成するとき、この間ちょっとやったら4倍っていうのもまあ便利ですね。これ、ここが、奇数のときは、分数にならないように4倍しちゃうっていうのも手で、4x2 乗マイナス4ルート 6x プラス 4y2 乗プラス、これ4、残していた方がいいですね。この、これがそのまま、括弧の中に来るんで。プラス60が0と。そうするとこれが 2x マイナスルート6の2乗と 2y プラス3ルート6の2乗。で、やっぱりまあもちろん大事です。6と54で60でぴったりだと。ということでまあ結局 x はこれが0、これが0。まああっちの方が楽ですね、この場合は。x イコール2分のルート6と、y イコールマイナス2分の3ルート6という、これが、まあ、答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞の話、気になる記事について、ああだこうだ語る生配信、ほぼ毎日、おかげさまで60回を超えました。まずは7日間の無料体験から。